日本東京都港区新橋地名の由来になった橋、新橋。下を塩戸目川が流れていた。背後の建物は、現在の白品館トイパークの敷地にあった帝国白品館観光場。大正時代の絵はがきより、新橋は東京都港区にある町名。現行行政町名で、新橋1丁目から新橋6丁目まである。日本の鉄道発祥の地として知られる。 芝地区総合支所管内に属する。郵便番号は105-0004。丸の内、品川に連なるビジネス街であり、サラリーマンの街として有名である。東に汐留、北に、千代田区内幸町、中央区銀座に接する。新橋とは、競技には、現在の新橋1丁目、新橋2丁目、新橋3丁目、新橋4丁目、新橋5丁目、 新橋六丁目の区域を指す。また、講義には隣接する、汐留、旧小引町にまたがる、地域全体を指すことがあり、新橋演舞場や新橋芸者、新橋の料亭街などという場合はすべてこの講義の、新橋に該当する。町名の新橋は、汐留側にかかっていた、新橋に由来する。1874年出版の歌川国記。 東京新橋練り化石鉄道蒸気車神経図の一部、新橋駅開業後の風景であり、右上にステンションと蒸気車が描かれている。断髪例布告語であるが曲げを言っているもの、和服に帽、帽子、洋装など様々な身なりの人々が描かれている。震災復興期住居表示実施前後2019年8月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京高速道路の横に保存されている新橋、親柱新橋駅前に保存されている SL 新橋演舞場新橋駅新橋、交差点新橋はビジネス街、一般向けの歓楽街の顔が最も大きいが、ゲータウンとしての顔も合わせ持っている。戦後初のゲーバー、柳は、 カラスモリ神社の参道に開店したことで知られる。現在は新橋駅カラスモリ口の3.4丁目エリアを中心にゲイバーが66点、ゲイ系トータルでは74点集まっている。かつてはゲイバーの数は多いと言えず、1998年のバジのイエローページには新橋エリアのゲイバーは15点しかなかったことを考えれば驚異的な伸びといえ、新宿2丁目。 上野、浅草エリアに次ぐ第3のゲータウンとして急浮上している。ありがとうございます。